東北大学の前身である東北帝国大学誕生の歴史は1900年頃、仙台への大学の設立が計画されたことから始まります。当時の日本の財政は困窮していたため、設置計画は危ぶまれていました。しかし後に第19代内閣総理大臣となる原敬の助言によって、企業が出資することが決まり、民間の寄付などから生まれた初めての大学となりました。こうして1907年、東北帝国大学は研究第一、門戸開放、実学尊重の理念をもとに日本で3番目の帝国大学として誕生しました。東北大学経済学部の歴史は東北帝国大学法文学部まで遡ります。1920年に始められた法文学部創設準備の業務は、後に初代法文学部長となる佐藤牛次郎を中心に行われ、1922年に法文学部が開設されました。佐藤のもと、領域ごとに学部を分けるのではなく、法文学部として有機的に一体化することで、幅広い教養教育と紳士教育の提供を行うとした基本方針が作られました。そして1923年4月には第1回入学生80名を迎えることとなりました。法文学部開始時の経済科系の講座は経済学講座だけでした。片平にある法文学部発祥の地には記念碑が立っています。開設当初の法文学部の大きな特徴といえば、真理、自由、道義というモットーにおける徹底的な自由徴工制でした。学生に科目選択の自由を認めた結果、学生は自らの専門に関わる科目のみを履修し、単位取得の容易な科目へ集中するという弊害が生じたため、1934年に改正が認められました。この改正により、法科、文科、経済科の3科に分立されることとなりました。またもう一つの大きな特徴としては、法文学部規定のような学則に女性が学部入学できることを明記したという点です。結果として1923年の開校時には2名の女性が法文学部へ入学し、その後も毎年度数名の女性が入学することとなりました。1923年の法文学部開設の際には、経済科は1講座のみでしたが、翌1924年には和田佐一郎教授の経済学第1講座が、さらに1925年には経済学第3講座、経済学第4講座の2講座が増設されました。1926年には6講座体制となりました。1933年、法文学部規定を改正し、教育カリキュラムを明確にして、法科、文科、経済科、それぞれの自立性を高めました。こうして経済科は規模は小さく、講座数は少ないものの、徐々に卒業生の数を増やしていくこととなりました。成長を進めていった経済科でしたが、次第に戦争の影響が大学へも出てくるようになりました。1939年、文部省は大学に対して軍事訓練の必修化を命じ、軍事訓練が実施されることになると、その成長も陰りが見えるようになりました。1941年には卒業の繰り上げが実施され、太平洋戦争の開始とともに経済学士35名を含む455名が卒業し、そのまま弊社へと入営しました。1943年、戦況の悪化に伴い、法文系学生の徴兵猶予措置が停止されました。この時期の大学は戦争の波に深く飲み込まれ、
学問の府としての機能はほとんど停止した状態でした。1945年7月9日の仙台空襲では法文学部の建物や歴史基礎書類などが焼失しました。長かった戦争が終結すると1949年新制大学が発足し、法文学部は法学部、文学部、経済学部の3学部に分かれ、それぞれ150名の学生定員で出発することとなりました。初代経済学部長には長谷田泰蔵教授が就任しました。1953年には大学院経済学研究科が設置され、研究科のスタッフは大学院学生向けの特論を開講することとなりました。さらに1956年には新制大学院博士課程向けの講義が開講されました。またこの時期には経営学科設置の動きがありました。経営学科の新設は経済学部長年の構想であり、それに向けた数々の努力が行われた結果、1968年に経営学科の設置が認可されました。大学院重点化により、1999年度には全教員が大学院所属となり、大学院での教育が重視されるようになりました。大学院重点化に先立ち、1997年には独立専攻として現代応用経済科学専攻を設置しました。現在は再統合されていますが、これにより国際、地域、医療、福祉分野を含む研究領域の幅と厚みが大きく拡大しました。2005年4月には会計大学院が設置され、国際的で専門的な人材を養成する教育機関として位置づけられています。現在では講義科目の一部を学部学生にも開放し、学部・大学院の一貫した会計教育を行っています。地域イノベーション研究センターは、東北地域の産業振興と経済発展に貢献することを目的として2005年に開設されました。センターは本学および地域の実務家たちと交流する場を提供することによって、地域発展への貢献意欲と能力を持つ人材の育成を行っています。また2011年4月にはセンター内に震災復興研究センターを設立、災害科学国際研究所などの学内組織や学外の諸団体、学協会などと連携しながら、東北地方における地域経済・産業の震災からの復興に関する調査研究に取り組んでいます。その他、サービス・データ科学研究センターや高齢経済社会研究センターなど、多くの研究機関も設立されています。2014年に開設された高度グローバル人材コースでは、留学生と日本人学生が共に学び、異なる言語、文化、価値観の中で活躍できる高度職業人の育成を目指しています。2015年には国際会計政策大学院、通称IGSAP が開設し、国内外の多数の大学、企業、職能団体などと連携して、高度で実践的な内容の教育を開発・実施しています。経済学部の大きな特色として、ゼミナールでの少人数教育に力を入れている点が挙げられます。将来の夢や目標を見つめながら、自由にゼミナールを選択し、3・4年次の2年間教員や先輩・後輩との深い信頼関係の中で学習と研究を行っています。また留学生を支援するため国際交流支援室を設置し、さまざまな取り組みを行っています。こうした
特色的な教育を行ってきた経済学部では、多くの著名人を輩出しています。経済学部で教鞭を取った著名人には、宇野浩三がいます。宇野は、日本のマルクス経済学者の中でも、特に影響力の大きな一人であり、その学派は、宇野学派と称されました。また、理論経済学分野では、1971年に文化勲章を受章された安井琢磨名誉教授がいます。1962年に東北大学で経済学博士号を取得した宇沢博文がいます。他にも1972年に卒業した奥山恵美子仙台市長は、2009年政令指定都市では初めての女性市長となるなど、研究者だけではなく多くの分野に優秀な人材を輩出しています。またこうした卒業生からなる経済学部経済学研究科の同窓会経和会は活発に活動を行っています。東北大学経済学部は今日まで日本の経済社会をリードする幾多の人材を輩出しています。今も連綿と続く伝統をもとに、経済学の言語を操り、経済の問題を協議する能力を身につけ、グローバル人材として世界に羽ばたいてください。